一番第一希望はなんかものづくりができる会社に入りたくて、でまあ新日鉄さんって大手のとこを受けて落ちちゃって、でいろいろ当たってるうちにその僕のまた友達が家遊びに来て、リクルートの案内、大阪のヒルトンホテルで立食パーティー、っていうチラシがあって、自分ゲーム好きだったからこれどうっていう、でただ飯食えるからいいじゃないですかヒルトンホテルで貧乏学生が、だからそこまで当時カプコンさんって興味なかったんですけど、それに釣られていって会社の説明を聞いてるうちに、その今の会長さんが一部上場企業になんねやみたいな大風呂敷広げてる感じもすごい面白くて好きだったし、やっぱここの会社どうしても入ってゲーム作りしたいな。で今のその岡本さんかな、まあまあカプコン時代の上司になってた岡本さんを捕まえて、具体的にどんな仕事をするんですかっていうこともその場で聞いて、すごく面白そうだなっていう。で今亡くなりはったその当時開発のヘッドだった酒井さんっていう方がいて、その人も、カジロソート引っ張り出して、いろいろ仕事の内容を聞いたら、入って1年目で給料3倍になってもいるよって聞いて、すごいお金的にも夢あるじゃんって、まあ、それは入って嘘だったんですけどだいろんな意味ですごくその立食パーティーに釣られてご飯に釣られて行ったけど、結局はなんかすごくそこで虜になっちゃって、そのカプコンさんに入ったっていう感じですよね。ただ試験に落ちましたけど、はい、落ちたんだけどなぜか1週間後に入れる話に、これまたちょっと変な話なんですけど。